先輩、おはようございます。今日はですね、ゴミ袋先輩と一緒に長野旅行に行こうと思うんですよ。でも本当にいろんなことありましたね、この6年間。今までいろんなことあったと思うんですけど、一番きつかったことって何ですかね。でも今の死ね。うわ、綺麗、景色。ちょっと待って、景色綺麗。え、何ですか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 、じゃなくて。え、痛い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 、強すぎて。何ですか、何ですか、何ですか、じゃなくて。こんな無礼なことなくない。いやいや、景色綺麗じゃないですか。え、これまた大宮手前だから、長野とかでやるよ、それ。いや、街並みが綺麗だっつってんの。ギュッてやった後もうすごいムカつくし、途中からそのタメ語になるのもちょっとやめてほしいんだけどね。何の間それ。これで2時間行くの。はい。長野着きましたね。次の電車間に合います。いや、間に合うために今急いでるから。バカ野郎。走れよ、じゃあ早く。マジで何だと思ってんの。何ですか、ごめんなさい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 、こうして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 、おー、さあさあ行きましょう。前触れもなく撮るんだ、本当にやめて。いや、臭いです、息臭いです。動画だと本当に息臭い感じになっちゃうから、本当にやめてほしい。ここから白馬駅までバス移動ですね、1時間半ぐらいかな。時間これ座ってないからもうね、のしかかっちゃってるから、これ明らかにおかしいでしょ今。飯です。到着しました。めちゃくちゃ綺麗ですね、雪景色。で、今回泊まるのがこちら、フロム P さん白馬ということで、グランピングをしに来ました。これが今日泊まる我々の宿ですね。うわ、あったか、めちゃくちゃ高いね。ベッド引き離していいですか、もうちょいあれ間をちょっと近いっす。俺なら言うの、まあ、俺もう外で寝てほしいもんお前。あ、これ何。おお、すごい、クリスマス仕様だ。そうだ、これほらちゃんとあれだ。おお、すげえ、すげえ、日が差し込む位置になってるね、ちゃんと。おお、これ最高だね。こりゃキャンプ好きとか僕たまらないですね。ねえ、あ、ベッド4つなのか俺。じゃあそっちで寝てください。いやいや、それお前じゃね。俺に指図しないで、自分から言って。あ、じゃあ僕あっちで寝ますねなら分かるけど、はい、あっちで寝てくださいって、なんでお前の指示聞かなきゃいけないんだよ。うるせんだよ。現在夕方の17時を回ったところなんですけども、こんなに暗いです。やっぱね、都会、東京とか横浜と比べると本当に静かで、この雪の降る音っていうのが聞こえるんですよね。歩くたんびにこれ、この雪の音が不思議と癒されるっていうか、キャンプ好きだったり自然好きな方はね、本当にこれ最高ですね。デジタルデトックスとか言ってね、インターネットから離れてこういうグランピングを楽しむのもいいかもしれないですね。めっちゃうまそうじゃないですかこれ。ねえ、いや、もっとテンション上げていきましょうよ。サーモンですよ、うん、なんで俺がテンション低いか分かる。分かんないです。なんで。いや、おめえが手伝わねえからだろうよ。いや、だって僕が主演なわけですよ、うん、下っ端は。あ、俺が下っ端。そうですよ、うん、ちょっと裏方はちょっとここで仕事するしかないじゃないですか。セッティングとか見栄えとか。いや、だとしても、あ、ちょっと手伝いましょうかとかってのあるって言ってるんだけど、分かったね。お前、誰の層が笑うのこの層。お笑い、めちゃくちゃタンパク質ある、まあ、ご飯美味しそうなのもいろいろ伝わったから、早く手伝ってもらえる。ちょっと警察呼びますよ。警察呼ぶの、はい、このタイミングで。はい、なんで呼ぼうと思ったの。何がしたいの。いや、俺が全く分かんないから。いや、手伝ってほしいよ。警察に仲介してもらいます。プロだんじゃん。これは最高に美味しいね。めっちゃ美味しそう。めちゃくちゃ量。これ下手したら食い切れないですよこれ。足がいかれる。やばい。いや、本当にきつい。熱い。あの葉っぱ忘れた。葉っぱ、あべ。あれじゃん。匂いするやつ。熱いです。
あ、てかあれじゃん、奥あるじゃん。え、奥がある、奥行きます。何だったか全然分かんなかったんだけど、こっち焼き肉、この熱さ、喉くる。いけ拾ってこい、拾ってこい。あ、そんなところから拾う。これで、はい、いや、飲む。危ない、降りてこい。すっげえ乾燥してね、これ。ちょっと、喉がやばいから。おお。ねえ。うわあ、ちょっと。携帯いかれる、これ。やべえ。全然湯気出ないんだな。いや、来ますよ、これ。来るよね。これ全部汗だからね。全部汗です。やばすぎ。でも、これ、僕、普通、ウォータージムの、買ってるんですよ。銭湯。そこでも、そこと比べると、ずっと長いできます。楽しめる。おもろい。クソしんどくてもね、この外気で、ね、これシーズン限定だけど、雪降ってて、これマジちょうどいい。で、これ、2メーターの樽、水風呂らしい。はい、ということで、次に向かうのは、温泉ですね。ね。はい。なんでそんな元気ないですか。ということで今フロンティーの、オーナーである大塚さんに車でちょっと移動していただいてるんですけども、はい、これから温泉行くんですよね。もう着きますね。もう着く。なんかまだ始まってはいないですよね。始まってはいないですまだ。ああその温泉がですね。温泉まだです。ああいつオープンなんですか。22月の27日からですね。じゃあとりあえず。じゃあ白馬来るって言ってくれないですか。絶対カットしないんで。バカでかい声で、まあ、ちょっとこれがこれ宣伝しますんで。あ、いいっすか。はい、絶対カットしないんで。はい、前見ながらで。じゃあ、はい、じゃあいいっすか。あ、もう着いたんですけど。はい、じゃあ白馬、はい、と着きました。これ置いてかれたらさ、はい、ちょっと泣いちゃうよね。泣きますね、これ。おびなたの湯ですね。冬季販売禁止中。ああちょっとないの。ないっす。全部冷たい。確かに温泉入った後はね。おお、すげえ。いや、雪に温泉いいっすね。まあいいかな。何ですかそれ。和の心。和の心、傘今の。あ、そっちっすか、こっちっすか、うん、ここ以外ある日本っぽさなくない。これがプライベート温泉ですか。プライベート温泉。早く入りましょう。入りましょう。はいどうしたんすか。わかんだろう。気持ちよかったっすね。なんで俺が今このテンションがわかんだろう。今日の一日疲れたわ、いい一年だったわって。振り返れるからそうまそうだよ、逆に。そう振り返るどころの話じゃない。皆さんおはようございます。ちょっと朝ドタバタしてまして、もうチェックアウトは済ませてしまったんですが、これが、白馬の景色ですね。フロムピーから見える山々絶景です。はい、ということでフロムピーさんありがとうございました。超楽しかったわ。あー、外れた。いや、外れてても腹立つよ。行きましょう。行きましょうじゃなくね。なんか心配ってこと分かってる。もちろん。じゃあ投げなくない。うれ終わり。はい、白馬駅到着。はい、白馬駅到着しました。こっから50分あるんですよね、バス車で。なんでそれまでちょっと時間潰さなきゃいけないんで、ちょっと足湯があったんで、足湯ね、ちょっと足湯していこうかな。はい、撮ってんの。あ、行っちゃいました。いやー、帰ります。あー、寒いっすね、長野。シクラまんじゅう。寒いよ、ストレスの分かってるけど今。え、ゴミ袋先輩、昼から酒飲んでんすか。日本酒っすよそれ、珍しい。はい、長野駅到着しました。これから新幹線乗って横浜帰ります。ちょっとここで降ります。じゃあお疲れした、さよなら。ちょいと池袋来ました。これからまた飯食います。飯食ってちょっとウィードですね、年内最後の散髪行ってこようかなと思います。これだよこれ。無理なご乗車はおやめください。はい、来ました、ウィード。
うわ、すっげー人いるじゃん。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、食事会終わりました。これから準備です。はい、ということでお疲れ様でした。長野のグランピングフロムピーさん、本当に最高でしたね。もちろんそのグランピングっていうんで整ったキャンプっていうことなんですけど、キャンプ好きの方はもちろん、やっぱ僕が一番思ったのはインスタ映えさせたい方、サウナ好きもそうなんですよ。サウナもうめちゃくちゃいい。思ったよりサウナ、なんだろう、いつも行っている銭湯についているサウナよりもめちゃくちゃ汗かくような印象がありました。外気浴ですね。もう一気にゼロ度のさ、その雪を見ながら整うこともできるし、サウナ好きの方はもちろんなんですけども、インスタ映えさせたい方ね、本当にすごいと思う。もう眩しい、あれ以上インスタ映えないと思うわ。もう飯も豪華だし、雪景色が最高だしね。本当気になった方はぜひフロムピーさん調べてみてください。最高でした。ありがとうございました。じゃあ今日は寝ます。おやすみ。